長谷堂での戦いの後、司馬昭らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。長谷堂から逃亡した妖魔軍を発見したと。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め追い詰めようとの考えだった。そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その行方を探る意味も持っていた。酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、司馬昭らは綾音の導きに従って軍を進めた。偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先の城に逃げ込んだようね。この先というと巨匠だな。今は東卓殿が治めていると聞くが。あの御仁なら綺麗どころを集めてても不思議じゃないですね。位置が囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。なら、おねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私もできる限り協力するわ。あ、いや、俺とおねね様はそういうのじゃ。今行くぞ、イチ。待っていてくれ。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本隊は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を探すのだ。ようやく気づいた。わしの出地に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。このども奴らを消し出せ。ここに正妻殿が囚われているはずだが、お部屋で探していくしかない。待てよ。潜入時無理をしすぎたか。傷が。貴様何者だ。しまった、見つかったか。この痛手では。見張りが巡回しているようね。見つかると厄介だわ。慎重に行きましょう。明るくて優しそうな人、まるで母親のような。おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。見事な技ね。私を手元に留めておきたい。東卓殿の神秘眼もなかなかのものです。ですが、カゴの中の蝶は本来の美しさには程遠いもの。解き放たれ、自由に舞ってこその美。今こそ披露しましょう。
正直もうダメだと思っていた。ありがとう。無事聖祭を助けられたのだな。安心したぞ。これで人質は全員救出できた。あとは主典童子を捕まえるだけね。なに？わしの女たちが奪われたじゃと？いい、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。ああ、よかった。お、まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。任せよ。我が知略に勝とうなど、片腹痛いわ。英才の誉れ高く超指揮が相手だ。虫けらめ、練りつぶしておくか。わしの夢が主人に食いんが。オタクめ、あっさりやられると。ここは引いておくか。そもそもオタクめは何の義理もないのだ。やってられるか。要は貴様を蹂躙すればよいのだな。おい四天童子、このクズ一緒に来るんだよ。お見事なお手並みです。四天童子を狙っているのか。なら、うちに私を捕らえるか。さて、改めて問おう。お前は何者だ。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。以後も勝ち続けるのみだ。誰かの未来を開くために。ありがとう。迷惑かけてごめんよ。これからは私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私の使命だから。一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人にあだなす理由もない。今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう、存分にご堪能ください。ところで大事なことを忘れている気がするのだが。ああそうか、脅威だ。脅威はどこに行ってしまったのだろう。Huh?
く行った方かな。これが噂の酒呑童子か。これで幼女を倒す方法がわかるんだね。解明には少々時間をもらうことになる。だが私は確信している。この者こそが我らの希望になると。私は自分が何者かを知りたいだけだ。そのためにお前たちに協力する。じゃあ俺たちも頑張らないと。なんとかダッキーを探してみるよ。